大阪大学基礎工学部電子物理化学科物性物理化学コースの関山です。この動画の内容は高電子分光の講義を聞いた学生さんから寄せられた感想から生まれました。この学生さんの指摘は教える側、説明する側からは盲点になっていた内容でした。ここに感謝いたします。皆様よろしくお願いいたします。今までいくつか禁じを言ってきました。どれぐらいその禁じは妥当なんか、でいっぱいあってごちゃごちゃしてわからんっていうのがあったんで、ちょっと整理します。3段階モデル、最初に言った3段階モデルは、これはもうさっきも言いましたけれども、ほとんどの場合もこれは何も言わんかったらこれ使ってると思ってください。それから突然禁じも、まあ、暗黙の過程です。だからわざわざ、この禁じ使ってますとは言いません。それからここもですね、非占有側の状態密度が、まあ、ゆっくりとしか変化しませんねっていうのも普通は言わないっていうのは、こう仮定するとなんていうことはもう言わないで、もう成り立ちますよっていう話をします。でこれは、もう一つはですね、実はこの近似使わなくても高電子スペクトルって真面目に電子相関を考えたときには、実はちゃんと成り立つというところはあるので、まあまあここは言っても言わなくてもいいよという話ですね。でそれに比べると電子間空論相互作用を無視、無視というかですね、本当は平均場の近似、平均場近似というんですか、いわゆるハートリフォックの枠内で取り入れましたというような話であれば、まあほぼ同じことなんですが、これは言ってあげた方がまあいいですねというものになります。ただそのこれは測ってる K によります。測ってる K がまあそんなにもう平均場の範囲で空論相互作用を入れればいいやというような話であればあんまり言わないかもしれませんが、まあいずれにしてもちょっとここは一番気をつけなきゃいけないし、研究するときには気をつけましょうという話です。で、今直前に説明したこの遷移確率ですね、これマトリックスエレメントという効果ともあって、これは本当のこと言うとこのほぼ一定なんてことはまあないんですね。で、まあ、少なくとも変更にもよるし軌道にもよると。でただエネルギー高くなると、まああんまり考えなくて、ものすごく気にする必要はないよということになるんですが、これは実は結構重要な話で、でここをきちんと考えましょうというのは大事なことなんですが、一方でなんでこんなあんまり本当に現実には成り立ちにくいものをなんでわざわざ禁止するのかというと、理論との整合性、これがすごく良くなるというところがあります。でこれはまあ本当に大事な話なんですよね。これをマトリックスエレメントエフェクトと呼ばれるものでもあるのですが、この遷移確率、遷移確率を一定というふうにして、理論的に考えていくと、これはそのまんま競争間理論の、グリーン関数に、一粒子グリーン関数と、一緒というとちょっと語弊があるんだけれどもになるので、いわゆる電子系の理論計算の人からすると、それを計算すれば良いということが、そしたら高電子スペクトル、角度分解高電子スペクトルですね、が得られるということがあるので、こういう話になります。はい。